はい、隠居5年目速稼塾の久保でございます。昨日上げた世耕さんの30兆円の、ね、動画に対してコメントの方ありがとうございます。で、過去の動画にもね、非常にたくさんのコメントを今入り続けてまして、再生数もね、もう全部合計すると40万回50万回ぐらいになってきまして、まあ、私のね、この動画がこんなに取り上げていただけるなんて本当嬉しいことでございます。で、今回ね、コメントの返信が間に合いませんので、この動画を通じてお礼を申し上げたいと思います。で、昨日の世耕さんの30兆円の動画についていただいたコメントについては、この動画をもってですね、返信を1件ずつさせていただきますので、いつものように画面を切り替えてですね、一緒に見ていきましょう。それではよろしくお願いします。いきます。まずはこれですね、麻生やめろ政治家クビ、まあ私も同じ気持ちですけども、麻生さんもね、もともとはそんな人じゃなかったんですけどね。で、次ですね、世耕参院議員長は二階を破り、同選挙区で衆議院議員が確定しました。おお、菅総理は頑張りましょう景気失業が恐ろしい、麻生は攻めんといけません菅総理がいいと言いましょう、給付金です。はい、小池さんありがとうございます。もう私もね、励まされます、こういうコメントには。はい、次ですね、スモールラビットさん、あ、いつもありがとうございます。スモールラビットさんね、以前から私の動画見てコメントをいただいてるんですよ。いや、もうスモールラビットさんの暮らしが私はね、目に浮かぶようで、本当ね、動画の方はね、スモールラビットさんに送るように、胸に届くように、作ってる部分もあります。多分年代も同じなんですよね、私とね。今の勤務先潰れたら正直きついです。それを補うために新たな異業種に就くものと、50代半ばの中途採用では若い世代よりも再就職は厳しいかなと言って、毎月の固定費の支払いありますしね、結局金です。コロナなければ普通に、貸し付け受けなくても固定費払えるのに、国債には利息もないし債務でもないです。モチベーション下がりますよ。時短自粛の要請に従った場合の協力金が10万20万の世界では考えてしまいます。また窮状メールしますということですね。はい、またね、ご連絡ください。わかりますよ、スモールさん、お気持ちは一緒です。私もね、胸が引き裂かれるような思いでコメントを読ませていただきます。まあですよね、どうなるか分かりません。頑張っていきましょうと軽々には言いませんけども、お気持ちよく分かります。またコメントを書いてください。少しでもね、励みになればと思います。あ、クリスタルソーダさんももうね、超常連ですよね。ようやく私たち国民の苦しみを理解してくれる方が現れた。世耕さんですよね。世耕さんはね、本当に信じられないような状況になっているっていうふうに、まあ、その言葉を発信してくれるだけでもね、もう涙が出ますよね。本当その通りなんですよ。はい、一律給付金の追加支給も夢じゃない。はい、そうです。それはね、我々の後押しがどう響くかなんですよ。世耕さんにその通りだというふうに、どんどんね、後押しをしていただくこと、菅総理に、もう菅総理、麻生財務大臣なんていいじゃないですかと、菅総理今ね、野党から追及されてますけども、私たちは分かってますよと、菅総理が私たちの最後の頼みなんですということでね、励ましていきましょう。あ、田上さんですね。若者たちがっかりするな、最終的な方法、バンバン税金を国民が払った分使おうよ、生活保護申請、役所書き込めよ、自殺行為をするなよ。はい、その通りですよね。死ぬことはないですよ、金ぐらいのことで。もうね、いざとなったらね、踏み倒せって感じですよね。次、大井お茶さんも常連さんでございますね。久保さんのコメントには勇気づけられます。おお、ありがとうございます。もし一律給付されるなら年内お願いしたいですね。そうですね。それから学術会議などを目いっぱい議論してほしいですね。そう、学術会議はもう来年でいいじゃないですか。で、はっきり言ってあんまり面白くないんで、学術会議はお金をね、我々にどう配るかの方が大事で、学術会議はまあやってください、勝手にねはい、木野正刈さん、確定されればもらえるよねと。緊急事態宣言が解除されても、現実に同様の状態を認識しないと困るねと。本当そうですよね。あ、ゆかりさん、どうもありがとうございます。久保さん、こんばんは。私、北海道民ですが、コロナ連日爆発的な感染では。そうですよ、確か今ね、またコロナのしわ寄せが来てますね。どうなんでしょうね、この先不安です、毎日。はい、ですんでね、国民の皆様は不安で萎縮してるわけですよ、生活が。ここにですね、せめて現金がドンと積まれればね、まあ現金の話ですけども文字通りね、でもちょっとね、心のほら、ゆとりができるじゃないですか。まあそういう風にしていけないかなと思うんですけどね、ゆかりさんね。あ、小金虫さん、どうもどうも、勇気が出ました、ありがとう。いや、こちらこそですよ。これ、小金虫さんもね、ずっと私の動画見てコメントいただいてるんですよね。嬉しいですね。久美さん、皆さん笑顔が来る日を待ちましょう。そう、私たちに今必要なのはこれ、笑顔なんですよね。周りの人の笑顔、そして自分自身が周りの人に向けれる笑顔。残念ながらこの状況ではね、笑顔がなかなか作れなかったりしますんで、菅総理、お金くださいよ、ね、30兆円とか100兆円を100年国債とか組みましょう。
はっきり言って国債なんて返す必要ないってことを誰か勇気を持って言ってくんないですかね。単なるね、これは財政出動の記録ですからね。誰が借金って言い出したんですか、これ。財務省ですかね。財務省に就職する人はちょっとね、考え方を改めてもらいたいですね。最弱帝王さん、久保さん、ありがとうございます。今皆さん頑張って乗り切りましょう。久保さんが勇気くれるので久保さん感謝です。いや、こちらこそですよ。最弱帝王なんてとんでもない、最強の帝王さんですよね。あ、三原さんですね、ありがとうございます、感謝です。こちらこそです。またコメント書いてくださいね。今日も頑張ってください。これね、乾さんですか。いや、20代やけど楽しくいろんなビジネス楽しませてもらってます。つまらんければつまることを自ら探すしかない。これいいじゃないですか。そういう方はね、どん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 やっていただければいいと思うんですよ。返信ですね、追加ですね。希望って人に与えられるもんやないから自分で探し持つまで、そういう考え方もあっていいと思いますよ。自家発電、希望をね、自家発電できる方もいるんですよ。でもそうじゃない方が誰かからね、希望をいただいて、その人がさらに頑張れるんだったら、それはいいことですよね。少なくとも人に絶望を与えることっていうのは、あまりいいことじゃないですけども、ね、この乾さんみたいに、他の人に希望を与えれる人、自ら希望が作れる人って、すごく貴重だと思うんで、ぜひね、周りの人に励ましでね、自分で希望を見出せない人に、ぜひね、そういった希望を与えてほしいと思いますよね。ありがとうございます。金野正彼さん、コメントたくさんありがとうございます。国民をきちんと金銭的に助けようとしない麻生は毎晩しみつはい、ありがとうございます。結構ね、楽しいコメントがいつも書いてますね。あ、好きだと思う。おだてつつも今までの自民党をしていない、自覚してない悪行をしっかりと認識させれば国民のために働く気が起きるはず。一生懸命働いてくれるところもあるんだよね、やっぱ麻生さんも。はい、あ、まちこさんですね、いつもありがとうございます。動画されてます内容がなぜか国会議員が野党与党、今こそ国民の命救うためにガチンコで国民の前で戦い合ってほしいが、国会中継見ている国民の命は、はい、見てみるより、はい、国会中継もね、あれはあれでやらないといけないと思うんですけども、まあでもね、まあ30兆円出してからにしてほしいですよね、まちこさんね。はい、猫の道さん、どうもどうも。真水で30兆使うなら純粋に国民1人当たり15万円支給しても18兆円だからまだ現実味があると思うと。ただし麻生財務大臣の欲やりが入る人を混沌する。はい、そうなんですよ。菅総理のリーダーシップが発揮されるかどうかですね。まあですんでね、私たちが菅総理を応援して財務省に負けるなというね、エールを送ってあげたいと思いますし、麻生財務大臣に財務省一つ仕切れなくて何が大臣ですかっていうふうに葉っぱかけていいと思うんですよ。猫の道さん、またよろしくお願いします。あとはね、キーノマサカリさんがもう一個コメントを上げてくれてますけど、それカーソルが下に行かないんですいません。すいません、以上になりますね。今回は以上でございます。じゃあ切ろうかな。はい、まあね、たくさんの方にコメントいただきまして、真ん中にはね、自分自身で希望って作っていくもんじゃないの、自分で道を開いていけばいいんじゃないのって方もいらっしゃって、まさにその通りなんですよ。でもそういう方はそれでいいと思いますし、自分で自分の人生をね、人の手助けがないとできない人がいるのも、これ恥ずかしいことも何でもなくて、私たちは助け合いでやってますからね。どんなにビジネスで成功した方も、取引先がいたり下請けがいたり、それからお客さんがお金を払ってくれるって関係性の中で豊かになってるだけなんで、自分一人で育った気になるなっていうのはね、まるでお父さんやお母さんが息子に言うようなね、息子とか娘に言うようなね、セリフなんですけども、本当そうなんですよ。私たちはね、何一つ一人でやってることはないんですよ。一人でできることには限界があるんですよ。だからこうやって呼びかけて、たくさんの力で力を合わせてね、向かっていきたいと思います。だから少なくともね、自力でやったと思ってる人が、その協力してる人を、まあ、なんていうんですかね、バカにする必要はないと思うんですよ。だからそういう自分で力が有り余ってる方は、力の足りない方にちょっとね、力を貸してあげてもいいぐらいなんですよね。まあ、その中で、その絶対的権力者っていうのは、日本にもその政治家っていう形でいますんでね、そういう方には私たち、力のない国民に配慮していただきたいなと思いますし、配慮させようと思ったら私たち国民が弱さを武器にね、自分たちは助けてもらいたいんだって声をね、たくさん上げていくことだと思いますよ。それ以外ないんじゃないですかね。まあ、政治家さんもね、政治家をやろうと思ったその動機っていうのは、自分がこの国を救わなくちゃっていうところが多少なりともあると思うんですよ。その初心に私たちは訴えかけることができるんじゃないかなと思います。じゃあ本日は以上です。皆さんコメントありがとうございます。はい、隠居5年目の速稼塾の久保でございます。今日もね、特別定額給付金のことをちょっとお話したいんですけども、第3次補正予算、こちらの方がね、世耕参院幹事長から出ましたね。30兆円ほどの規模が必要なんじゃないかなってことで、まあ世耕さんのお話はちょっと置いとくとして、現状を振り返ってみるとね、本当に一人一人の方が今非常に厳しい状況で、
暮らされてると思うんですよ。例えば私の聞いたところによると10代から30代の若い方がですね、かなり自殺者が増えているということで、もう将来に希望が持てないし、そもそも今現在ももう全然面白くないということで、もう生きることにね希望を失ってしまっているということがあります。で、まあ主には学業ですよね。進学したいと思っても学校にもう行くカリキュラムがないとか、通学ができないとかね、大学ですとか専門学校も諦める例も出てるんじゃないですかね。せっかく受験して入学しても、登校できないんじゃね面白くないですし、まあこういったあれですけども、大学生活のね半分はキャンパスに通い、そこで生まれる交流ですとかね、まあ、合コンですとか、まあ、恋愛っていうのもあると思うんですよ、正直ね。先輩や後輩の関係とか、そういった小さな社会を体験することが大学の醍醐味の一部でもあるのに、やっぱり学業だけはね家でもできますよ。でもそれだけではやっぱり大学生生活、専門学校生生活って送りにくいと思うんですよ。だからそういうところを考えると、楽しみがない学びっていうのはとてもね人を絶望させるもんだと思います、うん、でバイトもねなかなかできなかったりとか、交流が持てないと本当につまんないっていうかね、先が見えないですし、ステイホームばかりで友人ができなかったっていうこのタイミングを失ったことっていうのは結構若者にとっては辛いんじゃないかなと思うんですよ。で、あと40代50代の方も楽かといえばそんなことはなくてですね、40代50代の経営者さんですとか店舗のオーナーさんとかね、スタッフさんもそうですけども、転職も難しいわけですよ。で、事業がね潰れてしまうと同業者に頼ることもできない、同業者も辛いですからね。もうね、そういう状況の中で新しい世界のチャレンジするためのコスト、時間、お金、こういうのもかけられない、体力もなくて気力もなくって、もう絶望ですよね。今まで自分の40代50代まで使ってきた道が全部使えなくなるわけですから。でそこに補助もなければもう途方に暮れちゃいますよ。支払いは続くわけですから、住宅ローンを払い切れずに任意売却された方もいるんじゃないかなと思いますよね。で母子家庭の方とかもね、やっぱり状況は苦しいと思います。まあ貧困というふうに言われる母子家庭の一部の方ですけども、この状態でしたら母子家庭の大半がもう本当に貧困どころではない騒ぎになってしまってね、で救いの手も十分施されないと。で子供たちですよね、子供たちの可能性っていうのは本当に徹底的に潰されてしまうんで、将来的に何も見出せなくなくて、お父さんもお母さんもね子供に対しての申し訳なさとか、そういうので気が気でないところもあったりとかね。で生活困窮者の方、病気である方とか、そうですね、家庭環境があんまり思わしくない方、みんながみんなね楽しい家族で住んでるわけじゃないですから、やっぱり家族で折り合いがつかないところもあったりとかして、それをなんとかね補助することも今は全然できない状態だと思いますし、先ほどお話したように住宅ローンの解約みたいなのも次々と起きてきて、で手放す車で中古車市場はねもう売り物ばっかりで全然買う人もいないし、家も車もどんどん値下がりしていって不動産価格は大下落すると、でそれに関わらず日経平均株価っていうのは高値を維持しているってわけですよね。これは国債の投入を日銀がどんどん買い取ってるからだと思うんですけども、実体経済と大きくかけ離れたこの歌方の株価っていうのがねどれだけ恐ろしいものかと私は思うんですけども、実際に株で下支えするよりも国民の暮らし、実体経済を下支えした方がまあやっぱりいいと思いますし、実際そういうもんだと思うんですよ。金融市場がいくら盛り上がってもね、今日食べるパンがなければ人は死にますから、でやっぱり今日出会えるべき人が出会えなかったらそれは絶望に変わるんでね。ということで私のいらない思いをいろいろとお話ししましたけども、ここからね世耕さんのちょっとお話を記事をもとに、ちょっと画面切り替えますんで一緒に読んでいきましょう。はい、第3次補正予算案30兆円程度の規模必要だということで、自民党の世耕参院幹事長も申されています。もう国民経済白書のね西村大臣もそうですし、内閣府からの医師もそうですよ。で先日はね、いろんなことを言われる方がいて、やっぱりね財務省の麻生財務大臣がいくら頑張ってもそれ以外の、多くの方っていうのはね、財政出動が必要だと感じてるんですよ。30兆円ですよ。今度は30兆円なければダメっていうのが、これが出なかったらね30兆円分の GDP が消えて、その分だけ人が死ぬわけですよ。だからお金っていうのはねやっぱ人間が作ったものですから、こんなものでね人は苦しめられたりとか死んでしまってはいけないと思います。人間の命っていうのは神様が作ったものですから、取り返しがつかないですからね。ぜひね金で済むんだったら金で済ましてほしいなと思いますよね。金なんて結局作れるわけですから。で記事ちょっと短いんで読んでみますね。本年度の第3次補正予算をめぐって自民党の世耕参院幹事長は、新型コロナウイルスの影響に伴う景気対策などのため30兆円程度の規模が必要だという認識を示しました。ありがとうございます。
本年度の第3次補正予算をめぐっては来週10日前後に菅総理が編成を指示する見通しとなっていて、与党内からは最低でも10兆円から15兆円の規模を確保すべきだという意見が出ています。全然足りないですね。100兆ぐらいぶちまかってほしいですね。で、国民一人一人にバスッとね100万円ぐらい配るようなね、そのぐらいの大盤振る舞いしないと要は救われないですよ。皆さんどう思われます？これについて自民党の世耕幹事長は6日の記者会見で、企業の業績予測では信じられないような大規模な赤字となっていて、ね、現実ですよこれが。中小企業もいよいよ雇用調整に入らざるを得ないという声も聞こえる。日本経済はこれからが正念場、絶望ですよもと指摘しました。こういう時に国が国民の生命と財産を守らなくてどうするんですかってことですけどね。で、その上で世耕氏は補正予算案の規模について支出のための措置ではなく景気や失業対策という観点で30兆円ぐらいの、今50兆円、100兆円って言ってくださいね、規模であっていい。金を出し惜しみせず、そう、債務残高の増加は少し横に置いて、その通り。もうね、借金のこと後で考えればいいんですよ。ていうか借金じゃないですね、国債なんて、財政出動の記録にしか過ぎないのに誰が借金って言い出したんでしょうね。で、経済の基盤を守るべきことに徹するべきだと述べ、30兆円程度の規模が必要だという認識を示しました。さあ、麻生財務大臣の財務省以外はお金が必要だって言ってますよ。お金がいらないって言ってるのは、あの麻生財務大臣の一人舞台ですよね。で、それに対してもその発信の後で、結局はね、内閣府からは給付金は効果があったんだと出てますし、実際効果あったに決まってるじゃないですか。それは人の口座に、10万100万と入るわけですから、効果がないわけないですよ。で、これによってね、消費も喚起されましたし、GoTo なんとかっていうのも結局は国民利用してるわけですよね。ああいう形で、賛否はありますけども、国民の懐にまず現金を渡さないことにはまず生きる気力が出てこないですよ。いや、平和な世の中だったら働きに行きますよ。でもそれを止めてるわけですから、国がね、国が8割の接触をやめろっていうふうに要請してる、要請っていうか命令ですけどね、命令してるわけですから、それに対する保証、やっぱり自粛要請ともう一個ね、その保証っていうのがセットになってないといけないってずっとね言われていたのに、保証金額としてあんまりにもねちょっと少なすぎる。保証金額っていうのはどういうことかっていうと、人一人の、ね、年収ぶち込むぐらいじゃないと合わないですよ。去年の年収と同じ額を国が保証する、それによってこの国っていうのは困らないわけですから、守られるわけですから、ね、今子供たちが不自由な思いして生きることをやめてしまったら、将来の日本っていうのは誰がやるんですか、誰が運営するんですか。そう思いますよ私は。将来40代50代になるはずの人が、今ね、10代、20代の方が大いに学んで、大いに遊んで、大いに交流していただいて、この日本という国にものすごく恩義を感じて、よし、恩返しするぞって気持ちで世の中の中枢に入っていくわけじゃないですか。こんなひどい目にあったらね、もうこんな国滅んでしまえみたいなことになってしまいますよ。いやー、もう本当私も言いたいことが山ほどあるんですけど、また長くなるんでこの辺にさせていただきますけども、さあ皆さんはね、どういうふうにお感じになったでしょうか。ぜひね、感じることがあれば私のコメント欄に書いていただくのもいいんですけども、ぜひね、官邸にメールをしていただいて、そして世耕さんのところにね、事務所がありますから電話をしていただいて、ありがとうって言ってね、本当によく言ってくれたみたいな感じで後押しをすると、それから麻生財務大臣には、そろそろいいじゃないですかと、麻生財務大臣の気持ち分かったんで一発ボーンと大盤振る舞いしましょうよ麻生財務大臣ね。そしたら私たちは麻生財務大臣みんな褒めたたえますからみたいな感じでね、ちょっとこう、みこしに上げてあげて、それから菅総理はいろいろとね、今野党から追及されてますけども、私たちは菅総理が最後には国民を救ってくれるって分かってますよぐらいのね、おべんちゃらを言って、そして、西村経済担当大臣にはやっぱり財務省よりも西村大臣ですよねっていう感じでね、これもおだてていきましょうということで、おだて褒め殺しで、私たちの国が救われるなら、私たちの暮らしが救われるならいいじゃないですか、それで、そういうことにしましょう。じゃあ官邸へのメールよろしくお願いします。いってらっしゃい。